さあ皆さんこんにちは。日本列島はもう地震列島として、もう地震を経験したことのない日本人はいないぐらいですね。えー、地震は多発しておりますね。えー、今回ですね、えー、世界で起きる地震というのはどこで起きてるのかということをちょっと考えてみたいと思います。この 世界地図を見てお分かりのように、世界の国々、大陸というのは、世界15あるプレートの上に、この黄色いところが全部大陸ですが、この大陸というのは、基本的にプレートの上に乗っかっているわけですね。プレートというのは、 世界で15あるんですが、その中で地震の多発するところというのは、インドネシア近辺、日本列島近辺、チリ近辺。これが世界の三大地震地多発地域なんですね。で、こういう地域は、どういう 具合で地震が多発するかというと非常に単純でして世界の地球というのは15のプレートで構成されているわけですがそのプレートとプレートのその境目にある国、地域が地震の多発になるんです日本列島の場合ですと ここにある太平洋プレートと、非常に大きい太平洋一帯をもう囲ってですね、北半球から南半球まで、もう南極の方まで、この太平洋を全部オーバーして、これ大きなプレートですね。このプレートと、この ヨーロッパユーラシア大陸、この黄色いところである、このユーラシアプレート、ユーラシアプレートってのも大きいんですよね、これ、もうこのユーラシア大陸、シベリアからですね、ヨーロッパ全部がこのーユーラシアプレートという、そのプレートと、それからフィリピン海プレートという、フィリピンの ところ近辺から海にあるこのプレート、インドネシアなんかもこのプレートにかかってるわけですが、それと北海道をはじめ、北米大陸がずっとこのつながっている、えー、北アメリカプレート、北アメリカプレートっていうのは、これもまた巨大なんですよね。 北米アメリカからアラスカ、そして、えー、日本列島の樺太の方から、北海道、本州あたり、もう非常に大きいプレート、この4つのプレートが、日本は関係しておりますので、で、4つのプレート同士がお互いにせめぎ合って、 そのプレートの下へ潜り込んだりして、そこで地震が起きるわけですね。それで日本列島の場合は4つのプレートですが、インドネシアの場合はどうかと言いますと、インドネシアの南側には、そのオーストラリアプレートというのがあるんですね。これオーストラリアを中心にした。それとユーラシアプレートの 南の端がこのオーストラリアプレートと重なってるわけですね。それに、ここにあるフィリピンのところのフィリピン海プレート、この3つとですね、しかもこの太平洋プレート、これらのものがインドネシアなんかは重なっていますから、日本と同じようにですね、4つぐらいのプレートがせめぎ合う 場所にいるわけですね。ですから、やはり当然地震も多くなってきます。それから、チリなんかどうかって言いますと、チリはですね、ここのある、その、チリの場所というのはこの辺の、このチリって書いてあるところの、ナスカプレートという、ここの辺にプレートがあるのと、南米大陸は、 南アメリカプレートという、このプレートがあるわけですね。ですから、この南アメリカプレートと、それからナスカプレートがせめぎ合って、しかも北の方になると、まあ、カリブ海プレートとか、北米プレートがありますので、何しろそのプレートがせめぎ合う場所で地震が多発すると。 そういう具合に考えていただくといいですね。そういう意味でですね、日本列島というのは、まあ、あ北から南に3000キロ、それからあ東西にも約3000キロに分かれている日本列島ですが、その火山の数というと、世界の7%ぐらいが、 日本列島にあるんですが、この地震の発生件数から言うと、世界の15%が日本列島で起きているという具合に、非常に日本列島っていうのは地震が多い国ですね。ですから、まあ、国の成り立ち地震が、そういうプレートのせめぎ合いでユーラシア大陸から分かれたのが日本列島ですので、 日本列島というのはそういう意味では地球のプレートのせめぎ合いの結果できた国であると。であるので結果として地震も津波も多発するんだと。そういうところに、えー、日本人は住んでいるという認識を持つ必要がありますね。えー、世界は15のプレートでできている。 日本列島はそのうち4つのプレートのせめぎ合う立地条件に出現した国である。よって地震が多発する。そこでそれに対する絶えず準備をしておくということが日本国民には求められるわけですね。さあ、それでは地震に対応する準備をおこたりなく今日はここで終わります。